東立石緑地公園は東京都葛飾区東立石にある区立公園である。当公園が設置される以前、この地には立石製薬という田辺製薬の100%出資する子会社があった。1999年に工場が閉鎖となった後、敷地は32億6千万円で葛飾区へ売却された。そして防災上などの観点から、当地は住宅地ではなく、 公園になり2008年に開園した芝生広場を中心にした公園で大規模災害時には避難拠点として使えるような施設がある園内には全長30メートルのローラー滑り台アスレチック遊具健康器具などが設置されており普段は近隣の子供など地域の人に利用されている大型の公園として使われているなお当公園は中川に接している AB 公園長所平成26年4月1日、現在東京都建設局 134P、公益社団法人葛飾法人会サイト東、縦石緑地公園で、中川西田市むつどい2014実写報告書、早稲田大学文学部社会学研究室まちづくり、活動の実態と可能性あだち区、荒川区、台東区、葛飾区の現状と、課題。 P30 第80回国会衆議院、社会労働委員会議事録、P17 遠隔田辺三菱、製薬株式会社個人投資家向け投資、株価情報ストックウェザー2000年3月17日、田辺製薬、工場跡地売却公益社団法人活飾、法人開催と暇した停止緑地公園で、中川に親しむつどい、ありがとうございます。